しみなこの時がやってきました。それぞれね、先生方からお出ししていたグローブやってきました。大谷選手からのグローブがやっと届きました。それで皆さん方に今日お持ちをいたしましたけれども、3つのことをそれぞれ3段階に分けて目標を立てるんですね。皆さんも今からいろんなことでね、それぞれ目標とか、いろんな夢を描いてもらって、それに少しずつ、近づいていけるように何をやっていこうかということをね、考えながら、これからやっていただければ、大谷選手がこの今日グローブを届けてくれた意味もさらに大きくなるかなと。選手のように、なんとかなると努力をし、夢を叶えたいです。そして大谷選手のように人々に夢を与え、幸せを届けれるような人になりたいです。